岡本和之です。所沢でローカルコミュニティサロンレブレという美容室をやっています。きっかけ、高校生の時に初めて美容室に行って、それまで全く髪のこととか興味がなかったんですけど、友達に紹介してもらって行って切ってもらって、切ってもらった次の日に学校行った時に、結構周りの人からのこう反響というか、あ、切ったんだとか、いいねとかって言ってもらったのがその時すごく嬉しくて、で、まあ、その時のすごい嬉しい気持ちというか、なんかそれを与えられるその美容師さんっていうのがかっこいいなと思って、まあそれがきっかけですかね。北海道札幌市です。趣味は、まあ音楽聞くことと、あとキャンプはよく、家族の友達と行くので、キャンプに行ったり、あとはまあ、本当昔からの銭湯、お風呂が大好きなので、休み日になれば、一人でお風呂に行っています。もともと勤めてた店で、男性も女性もずっと聞いてて、まあ、その当初は、メンズにだけっていうのを全く考えてなかったんですけど、でまあ、自分が一番、まあ、好きなこととか、まあ、やりたいこと、得意なことって考えたときに、何でもできる人間じゃないので、ちょっと狭いところで特化して、そこをやりたいなと思って、まずメンズサロンっていうところに、目標で、かつ、まあ、所沢エリアでそのメンズサロンっていう店もまだあまりない、少ないと思うので、まあ、そこも含めてまだやってない地域でそのメンズサロンっていうものをやりたかったっていうのが一番ですかね。レベルとは、大いに楽しむとか、あと掘る、まあ、何々につけるとかっていう意味があって、なんだろうな、長く自分がお店をやっていく上で一番必要なものことって考えた時に、楽しんでるか楽しんでないかっていうのは結構人にすごい伝わるものだと思うので、まあ、それをちゃんとこっちの技術者の方がお客様に楽しんでる気持ちというか雰囲気だったりとかを伝えるっていうことがすごく大事だと思っていて、まあ、それをお店の名前にした感じです。所沢に住んでるけど東京に働きに行ってるとか、所沢に住んでるけど東京で頑張ってるとか、その所沢にも、まあ、面白い店あるよというか、都内に行っちゃうような人たちも地元でというか地方で、お店に来てくれてどんどん広がっていくっていう場所になれればいいなと思って、まあ、ローカルコミュニティサロンっていう名前を、でこのお店からなんかどんどんこう来た人たちからどんどんつながって広がっていって、お店から発信できればいいなっていうのを思って、そういう名前にしてます。やっぱ美容室なんですけど、美容室じゃないところの楽しみというか、まあ、物販作ったりとかどことかやってるんですけど、まあ、そういうものをどんどん美容室っていう枠もちょっと超えて、